はい、今回は番外編ということで、こちらを作っていきたいと思います。はい、こちらですね。これが何かというと、猫の爪研ぎの台ですね。こちらの台は前の動画の慣らし運転の動画ですかね。こちらでちょっと使っていましたが、このようにしてですね、竹串を刺して、まあ前回はギアを干していましたが、ボディとかね、乾かしたいものだったり、あとは塗装の時ですね、こちらの台に乗せて塗装をしたりと、幅広く使えるのでね、こちらを今回作っていきます。今回用意するものですね、こちらになります。はい、ストラルスター、今作ってるミニ四駆のこちらが空き箱ですね。空き箱を用意してください。こっち使おうかな。それとこちらですね、カッター、今までデザインナイフ使ってましたが、今回カッターを使います。次にこちらですね、定規、まあ、なるべく長いものがいいと思います。で、あとはこちら、木工用ボンド、こちら100均で購入しました。で、今回の一番の目玉になるのがこちら。はい、段ボールですね。スーパーとかでね、段ボールご自由に持ってってくださいっていうのあると思うので、こちら使っていきます。今回単純な作業になります。まず、箱の大きさに合わせて、でまず印をねつけていきます。はい、そしたらですね、カッティングボード、そうですね、今回カッティングボードちゃんと用意してください。机とかね、傷ついたりするので、こちら、カッティングボードですね。マス目もあるので、角をね、合わせやすくなったりするのでね、こちら、有効活用していきましょう。段ボールに向きがあるのを確認してください。今回、こちらじゃなくて、こちら、穴の開いている方を、長方形の長い方に使います。それでは切っていきます。角を合わせて、だいたいまっすぐで、だいたいで大丈夫です。はい、このようにですね、こちら、こうですね、穴の開いた方を長方形の長いところでカットしてください。この形ができたらですね、あとは当てがって切っていきます。これをね、繰り返していきます。こちらちょっと長さ足りないんですけど、
まあ、こちらも十分使えるのでこのまま幅合わせて切っていきます。次に接着していきます。よし、こちらボンドですね。こうだね、ボンドですね。まあ、適量振ってもらってくっつける。で、くっつける際に長方形の長い辺の方をしっかりね、垂直に当てる。2つの辺を合わせていく。こうですね。はい。はい。あとはね、これを繰り返していくだけですね。長方形に段ボールを切ってボンドで貼り合わせていく、この作業になります。完成ということで、裏はね結構デコボコしてるとこありますが、別に中に入れちゃえば、あ、入んないか、ちょっと調整します。はい、今度こそどうかな。はい、ではこちらで完成になります。ちょっとね、はみ出ちゃったな。完成です。